はい、どうも、ウェルダン、ホズミでーす。どうも、こいつ、動くぞ。ということで、はい、動くブログの時間がやってきました。はい、どうもですね、V ネックの人とは友達になれないよと、ニコニコの生放送で言われたウェルダン、ホズミです。いやいやいや、V ネックですから。ね、僕ね、英語の発音すごい気になるの。V とか、R とか、L の発音があるじゃないですかね。R、L、V、下口がファイアーとか F ね。あれね、もう、ヘビーローテーションとかもう、いやもうヘビーじゃないですか、でも。気になってしょうがないの、カラオケとかで歌ってても。まあ、カタカナとかでも俺なるべくこの英語の発音に気にするようにしてんのね、なるべく本当に。で、AKB の場合逆に、Every day, カチューシャーガールの発音はいいよね。って思うんですけど、ガロー伝説っていうね、格闘ゲームがあるんですけども、あれもね、バーンナックルっていう技があるんですよ。バーンナックルって言うんですよ、これ。英語の発音いいでしょ？バーンナックルって言うんですけど、これガロー伝説2になると、バーンナックルってなるんですよ。バーンナックル。もう完全にカタカナの英語になるの。ハリケーンアッパーって言うんですよ、1の時はね。これ2になると、ハリケーンアッパー、ハリケーンアッパーってなっちゃう。これがね、気になってしょうがない。ね。残影拳ってこれね、言うの。ガロー伝説2の時ね。外国人ですよ、設定。残影拳って言うんですけど。これ1だと、シャーンってね、喋らないの。多分漢字が読めなかったんだろうね、残影拳っていう。で、ね、例えばですよ。これだからオタクもね、グローバルなオタクを目指すなら、タイガー、ファイヤー、サイバーっていうミックスっていうね、声出すやつあるじゃないですか。で、アイドルが歌うときに言う、タイガー、あれも、言った方がいいんじゃない？英語の発音よく。タイガー、ファイヤー、サイブ、ダイブ、バイブ、バイブ、ジャジャーみたいな。したら、僕はこれ世界に通用する、クールジャパンになるんじゃないかと。クールジャパンになるんじゃないかと思います。音がそんなによろしくなかったようで。